ラジオ第1208回。今日は平成30年4月17日火曜日です。時刻は午後4時回りました。横浜港北、外は曇っていますね。今日は横浜、朝からずっと曇り空。リスナーの皆さんとこ、どんなお天気でしたか？1208回目の夢ラジオ、今回は会津戦争を取り上げます。会津戦争、明治維新なった後、その新政府に抵抗する会津藩、本当は会津藩だけでなく奥羽越列藩同盟、東北や北陸の諸藩が幕府に忠誠近い新政府に抗った。その戦争の一環が今回取り上げる会津戦争。北越戦争については前回の河合継之助というテーマでお話しいたしました。北越戦争の次は会津戦争。会津藩の藩主は松平容保。幕末、京都守護職を任され、ですから幕末にも容保はよく登場しますね。幕府側の人間として京都の治安を治める。まあ、ただでさえ当時の京都には尊王攘夷吹き荒れ、開国を決めた幕府に対してあっちこっちで反乱の芽、そんな京都をきちんとコントロールする役割、会津の松平容保に白羽の矢が立ちました。容保はずっとこの京都守護職は我が任にあらず、つまりそんな仕事引き受けられないと言って固辞していたんですけど、まあお前しかいないってことで、最終的には引き受けざるを得ませんでした。当時京都には同じく鮫派の勢力として新選組あり、ですから京都守護職の松平容保を新選組が側面からサポートする、そんな制度。尊王攘夷の先鋒に立っていたのは長州藩でした。次に薩摩藩、その長州藩に不穏な動き、文久3年でしたね。1863年8月18日の政変、これで長州藩が京都から追われます。長州側についていた三条実美など公家も7人ほどいましたね。長州に落ち延びる8月18日の政変、あるいは池田屋事件、京都の池田屋に長州藩士あるいは他の尊王攘夷の志士が集まり、京都に火をつけて帝を長州にさらっていこう、そんな暴議。この池田屋事件に関しては
新選組の活躍有名ですね。新選組が踏み込んでいって潰しました。その新選組の直属の上司は片森。そして第一次長州征伐、まあ禁門の変ですね。この禁門の変で長州藩はコテンパンにやられました。一階層という勢力が長州藩をまあ壊したわけですね。一橋、会津、桑名、その一階層の一角が会津藩だったわけです。松平、片森、まさしく獅子奮迅の働き。孝明天皇も京の都で内乱が起きること望まず、その京の都の治安をなんとかコントロールしようと努力する片森には人形ならぬ信頼。孝明天皇と松平片森との関係は終始和やかなものだったようです。孝明天皇からねぎらいの品が片森のところに送られ、そして片森がもう感激して涙するみたいな、そんな話がいくつか残っていますね。ああ、ちなみにこの松平片森、京都守護職にあった頃まだ20代だったんですけど、写真が残っていますね。この時代も写真があった。眉涼しくキリッとした顔立ち、もう当代きっての美男子。会津にいた頃もそう、そして京都に来てもそう、もう片森に行くところ女子の声が上がらない時はなかったとか。とはいえ片森、身の回りの女子がなんて思ってるかは関係なかったんですね。もうひとえに京都をどうやって安定させるか、帝をどうやってお守りするか。ところが孝明天皇が死去、そして片森の上司だった一橋景気も大政奉還、王政復古の大号令。そして明治元年、まあ慶応4年と言ってもいいです、1868年の戊辰の戦い、幕府方鳥羽伏見では負けたとしても、大阪城にこもって反撃すれば十分に反撃できたところが、薩長軍が錦の御旗掲げ、そして総大将である徳川景気がなんと軍艦に乗って大阪から逃亡。松平片森あぜん、新選組近藤勇あぜん。結局片森も会津に帰ることとなり、そしてその会津に対して新政府軍が北上してきた。それが今回の会津戦争、明治元年の夏の頃ですね。北越戦争では河合継之助の抵抗に思いのほか苦しんだ新政府軍、けれどもう物量は新政府軍に圧倒的に有利、その勢いを勝って会津若松の城に立てこもったはいいんですが、まあ勝敗は最初から目に見えていた。そして城内で行われた
婦女子の自陣、白虎隊の自陣、奮戦むなしくというべきか、会津藩は降伏。片森は生き残りましたね。この時死んではいませんよ。その後明治20年ぐらいまで片森は生きました。ただひっそりした生き方、まあ当然でしょう。幕府を守ろうとして死んでいった部下たち、あるいは女子供、そのトップにあった自分が明治以降おめおめと生きている。例えば幕末の真実みたいな、そんな書を書くことももちろんなく、言い訳もせず明治を生きて亡くなりましたね、片森は。会津戦争そのものは、婦女子を巻き込む悲惨な戦いだったという、このこと以外あまり語られません。お城もすぐに落ちました。ですから戦い、そこでの戦法という点では、以前お話しした北越戦争の方がよほど戦史に残るわけです。まあただし、そのね、お城の中での様子がいかにも他の状況とは異なっていた。そこに婦女子もいた。これがまあ会津戦争の悲哀をかきたてるわけですね。新政府軍はこの会津戦争に勝利し、なお北上を続け、奥羽越列藩同盟など踏み潰し、やがて明治2年函館において五稜郭を占領。ここで明治維新が成り立ちました。今回のテーマ、会津戦争。戦争そのものはまあ大した戦いではなかったというものの、そこにさまざまな悲しみのドラマあり、数年前に綾瀬はるかがやっていたあの八重の桜でしたっけ、大河ドラマ、この時の福島、会津が主人、会津があの舞台でしたね。私はあの大河は見てないんですけど、どんな出来栄えだったんでしょうか。イメラジオ第1208回、今回は明治元年夏に戦われた会津戦争を取り上げました。まだまだ横浜港北、街に光あり、夜の明かりがつき始めるのはもっと後のことです。